トーナメント1回戦敗退という他にも悔しがる理由があった。シングルマッチを重視するアルシオンではシングル戦績が常に記録され、コールの際に読み上げられる。旗揚げから未だ勝ち星のない深川にとって、それは屈辱以外の何物でもなかったのだ。負けばっかりどんどん増えてちゃって、どっかの会場でお客さんに笑われたんですよね。その時はやっぱりやろうと思って悔しい、ね、恥ずかしいっていう、あーっていうのがありましたね。やっぱりそれで初めて見たお客さんとかはもうそれでやっぱ印象がね変わるじゃないですか。おっていう期待してみたり、それともあーっていう、そのあーっていう方だったんで最初はね。だから悔しかったですね。でもその分試合で引きつけてやろうとは逆に思いましたけどね。うん。怪我して休んでたんで、それで復帰してすぐ組まされて、今度タイトルマッチやらせるかなって言われてもね、そんなの嫌だって言いたいんですよね。そうそう、最初はそんな感じだったんですけど、なんかねこう組んでいくうちに自分にも試練じゃないですか、そんなの。だからなんかもうこうそのタッグに愛情が湧いてきちゃったっていうかね、もういっぱいいっぱい頑張ってましたから、2人して、深川もできないなりに頑張ってましたからね。で2人でできるようなことをしようとしながら、もう本当に今だから笑えるような話がいっぱいありますけどね、試合の中でも。深川さんって本当に今組みたかったですよ。やっぱお荷物だって思いながら、それに負けない自分を作ろうって一生懸命やってたから、うん、結局ね伴わなかったけど、でも前向きに考えることはできたんで、そのチームがあったおかげで。もしかしてそれがなかったら、怪我して復帰して、あ、私はまだね復帰したばっかりなんだからゆっくりでいいやじゃないけど、もしかしたらそうやって思ってたかもしれないし、それが玉田に迷惑をかけちゃいけないっていう思いで、うん、頑張ることもできたんで。単なるアイドルタッグには終わりたくない。2人は前女時代、先輩たちへのチャレンジマッチにも果敢に挑んだ。
だ。玉深卒業ロードもいよいよ最終戦の日を迎えた。玉深としてどれだけできるようになったかっていうのを最後お客さんにきっちり認めてもらって、卒業って言ってますけど、それで惜しまれるタッグになりたいで卒業したいです。はい、アルシオンのトップレスラーたちと戦ってきた玉深だが、最終戦ではあえて同じ新世代の奥津大向を対戦相手に選んだ。持てる力の全てでアルシオンの未来形を見せたかったからだ。
まだあなたに消耗したことがありません。次だ、次の後楽園でシングルやろう。実力をつけてきて本当にアルションに入って変わったんだっていう自分を見せれた、相手がずっと組んできた自分だったことになんか誇りに思うっていうか、うん、またそれが他の人じゃなくて組んできた自分だから他も思いっきり出せたんだろうし、自分も思いっきりやってましたしね、うん、それで出せた結果が、うん、初勝利とかってそういう風になったんでしたら、うん、すごいパートナーとしては嬉しかったですよね。シングル戦線が混沌としていく中、アルシオン2度目のトーナメントとなるハイパービジュアルファイティングトーナメントシオン98が開催された。1998年8月31日ハイパービジュアルファイティングトーナメント実行委員会。1回戦の相手は旗揚げ当時からライバルとして意識してきた大向かい。プライベートではお互いを知り尽くす親友だ。ダメなものはダメって言ってくれたりとか、結構友達でも上辺だけの人っているじゃないですか。例えば私に何か悪いとこがあってもそういうところは言わないで普通に付き合ってるっていうか、でも深川の場合はもう悪いとこもチャマのそういうとこがいけないんだよとか言うし、私も深川に言う、あんたのそういうとこ嫌だとか言うし、
うん、だからそういう面でなんつうの、嫌な部分もいい部分もお互い知り尽くしてるから、でそれをちゃんと付き合えるから、本当にいい仲間だなと思いますね。親友だからこそ全てをさらけ出せる。二人の感情むき出しの戦いは緊張感みなぎる今大会のベストバウトとなった。